冒険チャンネル。で、買ったのはこの4着で、もう買ってまだ開けてません。ここのお店、いわゆるショッパーみたいな昔から入れてくれないんで、なんかその辺にあった袋に入れてくれたんですけど、じゃあこれからちょっと開けていって紹介していきたいと思います。これまあ今一番上にあるのがまだタグもついてますからね。一番上からいこう。はい、これです。パタゴニアの T シャツです。これバックプリント可愛いでしょ。で、今回4着ともそうなんですけど、普段私パタゴニアは S でいけるんですけど、ちょっともうオーバーサイズ、世の中まあオーバーサイズ的な感じなんで、M でいってます。で、身長177、体重72キロです。胸がポケットがあって、後ろも先ほども言いましたけど、バックプリントです。はい、これがそれです。パタゴニアです。ここ胸ポケットついてて、パタゴニアのちょっと変わったロゴが入ってて、バックプリントです。で、今日パンツはパタゴニアのテルボールショーツと、足元はレバのサンダル入ってます。で、いつもそのアシンズブリッジ、そのアウトドア系の扱ってる店行ったら、対応してくれるお姉さんがいまして、で、なるべくコットンが多い方が、ポリエステルちょっと苦手なんで、コットン多めの 100% に近いやつをリクエストして、で、なおかつ最近バックブリッジです、定番のパタゴニアの昔からあるやつ、あれがかなりなんか街で見かけるようになったので、もうそのやつはいいということで、それでいろいろチョイスしてくれて、の中の1着です。で、続きましてもパタゴニアです。これもちょっと今まで着たあんまり着なかった、ちょっとイエローが入ってるやつなんです。そのバックプリントがこう、このバックプリントがなんか可愛くて、で、色も黄色どうかなと思ったけど、確か白なかったんですよね。で、ついつい買ってしまいました。着てみます。はい、こんな感じです。同じく値札ついたままです。ハサミがないのでご勘弁ください。ここにワンポイントでなんかパタゴニアって書いてます。気に入ったバークグリーンのこんな感じです。これも多分ね、さっき来たのとその材質は多分一緒だと思います。100% ちょっと詳しくは概要欄にまたパタゴニアサイト で探して貼り付けておきますけど、多分コットン100まではいかんけど100に近いんではないか。まあしかしあれですね、昨日も店行って思いましたけど、つくづく、まあもうネットオンラインショップもそうなんですけど、もうアークテリクスの T シャツなんかほぼないし、もうオンラインもいいやつはもう売り切れてるし、パタゴニアもやっぱ自分が欲しいなっていうやつはオンラインも店もあんまりなくてですね、まあでもこの季節に買うのでもしょうがないんですけど、つくづくまあ思いました。はい、次を行きます。次、グラミチの T シャツ初めて買いました。これもちょっとね、2つ着っぱなしなんですけど、で、これはサイズ L で、これもそのお店のお姉さんがパタゴニア の M サイズとこう重ねてやってくれて、で、まあ、グラミチだったら L じゃないですかということで、これです。正面に左にグラミチのブランド名と、これよくネットでも出てて、僕前から知ってたんですけど、このヨセミテのアメリカのヨセミテですよね、これのプリントで、実際ネットで見るよりなんか実際には、なんか言葉がおかしいな、実際見た方が横
こだったんで思わず買ってしまいました。デビューに来てみようと思います。はい、やっぱり黒はやっぱり締まりますね。先ほど見ましたけど、ここはブラウニッチマークで、バンプリント寄せ見てのバンプリント何ちゅうかな、で L サイズで、まあちょうど余裕があっていい感じです。はい、次行ってみましょう。はい、次このブランドも初めてです、私買うの、ミステリーランチ、アメリカのブランドです。で、これはサイズが L です。で、今回の T シャツの中でこれが私デザイン的には一番気に入りまし、気に入りまして、一番最初に決めました。これが前、この白にグレーって僕好きなんですよね、この色合いが。はい、ちょっと着てみようと思います。はい、こんな感じです。バッグリントで、フロントはここにこんな、いいですね、これも長々ちょっと袖が短いかな、まあでもそれはそれでいいんじゃないでしょうか。うん、初めてのブランドですけど、なかなかです。はい、以上、昨日買ってまだ値札がついたまんまの T シャツ紹介でした。で、この動画をアップさせてもらうのが多分8月5日ぐらいなんで、世の中どうなんですかね、まだセールやってるんでしょうかね。で、まあ店に行かんでもオンラインとかでも買えるやつあるんで、まあもし参考に、まあ、なるかなんかわからんですけど、なったら嬉しいですけど、まあ言うても夏まだ、これから8月が始まるんで、いろいろ、なとこにまたこの T シャツを着て遊びに行きたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。